子供の足は日々変化する？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。双子でも性格が全然違うというトラタくんとカンレイくん。今回アキコママからこんな相談が。子供の足が少し曲がってるような気がします。このまま様子を見ていて大丈夫でしょうか？お答えするのは武田スポーツ&ビューティークリニック整形外科の武田康史院長です。お子さんの O 脚や X 脚を心配して受診をされる親御さんが増えていますが、 90% 以上は心配のないものなんです。生まれたばかりの赤ちゃんは O 脚が普通で、2歳前後にはほぼ足はまっすぐに、3歳半くらいから小学校低学年くらいまでは X 脚で、その後は自然とまっすぐな足になります。年齢によって下肢の形が変化するのは股関節の発育と深く関係し、ごく自然なことなんですよ。病院に行った方がいい基準はありますか？2歳頃でも病的な O 脚の診断がつくことがあります。両足を揃えて立たせた時に両膝の間に5センチ以上の隙間はありませんか？O 脚の代表的な疾患としてクル病とブラウント病があります。クル病はビタミン D が不足することで骨が曲がってくる病気、ブラウント病は膝の内側の骨、脛骨に成長障害がある病気で O 脚が悪化してしまいます。1歳前に無理に歩かせたりすることで膝に負担がかかることが原因と言われています。また6歳を過ぎた状態で O 脚もしくは X 脚が著しい場合も、他の病気や骨系統疾患などが潜んでいる可能性があります。病的な O 脚 X 脚では将来日常生活に支障が出ます。ご心配な場合は最寄りの整形外科で専門医の意見をお聞きください。そうなんですね。これから気をつけて見ていきたいと思います。先生ありがとうございました。番組では子育ての疑問・悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。